おう、明日始まり。ケントニキプラス誰か。アベセンター。はあ、開幕から妨害か。カフェ1位幼い6789。あー、初動で映ってないな。1人アキバさん。はい、これ分かっちゃうんじゃないですか、はい、カフェの円卓の真下に転がってました。え、何が面白いんですか。いや、なんか、あ、ごめんなさい、初手僕エレクトリカルでタスクを終えた後に、うん、はい、アドミンを見て、カフェ1が動かなかったんで、まあ、すぐ押しに行こうと思ったんですけど、ドアが閉められていて遅延されていたんで、まあ、若干ラグが発生してます、うん、で、エレクトリカル6いました。はい。なるほど、それは笑いますね。L6 リアクター1。あ、はい、それ自分。他がついてなかったです。おー、マジか。おお、初動あのアドミンを最後に出たのが藤宮なんですけど、はい、その時、うん、まあ先に、アベレージさんと先端さんがカードスラッシュのとこにいて、僕もカードスラッシュやってるぐらいで、まあ、停電になって、その後、まあ、アベレージさんと先端さんが抜けていった後、アドミン情報を見た時、ストレージ3エレクトリカル3メッドベイ1カフェ1でした。停電中死んでたってことじゃん。おそらく死んでた可能性が高いかなと思います。停電中。ピカクロス右方向です。ウェポンナビゲーションシールド最終位置ストレージです。エレクトリカル6とりあえず。阿部、センター。藤宮。誰だ。ドニキ。あ、っていうかね、これ夏目先生がリアクターでピカさんが右で、うん、僕がアドミン。なんで、それ以外全員エレクトリカルです。はい、ピンク考えていいと思います。ゲンさんもいた。アルマ、夏目、ピカクロス以外が全員エレクトリカルですね。はい、はい、見てくれてたらなぁ。そう、夏目さんはついてなかったんですよね。あ、そう、メットベイ入ってリアクターで、リアクターのオブロゲンのタスク終わって、エレクトリカル前の通路ゲンさんと会ったぐらいで終わりです。はい、なんでリアクターに夏目さんがおられたっていうのはまあ合ってるとは思います、うん、いつ死んだかわかんないですけど、夏目先生間に合わないと思うけどな。うん、どうだ、ピカクロスさんかアルマさん、どうなんだろう。10秒は空いてるから、藤宮とアルマのアドミン見たタイミングとか全部照らし合わせればいいと思うよ、うん、ああ、OK です。うん、僕押せるわ。もう一回押します。ピカさんしかいないんじゃないかな。うん、藤宮さん見てアルマさんが最後見たって感じ。停電中です。停電、うんうん、なり始めぐらい。で、それが多分夏目が出るくらいのタイミングで、うん、その後アルマが停電中に見てたんだっけ？停電終わるくらいだっけ？停電終わった後ですよね。停電終わったくらいかな？多分ちょうど。終わったぐらいで見てた時にジュアリオクターってことです。で、そうですね。で、それも出るくらいで。で、停電終わってから自分がロワー通ってエレクトリカルっていう風に経路を走ってる時にゲンさんと、うん、エレクトリカルの前の通路ロワー寄りですれ違いました。ゲンです。夏目さんってカフェに戻られてないってことですか、その主張だと。あ、戻ってないです。メットベア入って普通にリアクターって流れなので、はい、あ、合ってると思います。じゃあこれだけ聞かせてください、夏目先生。はい、リアクターで何のタスクやったんですか。おぼろげできる時間あります。おぼろげね、4個ぐらいで止めた。4個か。途中でまあやめるだったら全然大丈夫じゃないですか。あとは藤宮さんのカフェだから、始まって以降初手下へ行ってとかで、うん、カフェを通った人がいるかどうかですよね。そうですね、うん、それカフェ2になったのとか見てないの。あ、カフェは僕が見たタイミングはずっと1、うん、僕が見たタイミングは。まあいいんじゃないですか。カフェ戻った可能性がある人いますか。戻ってない。あとね、ピカクロスがその可能性あるけど戻ってないかな。ただ
正直な話、客観情報でピカクロスの位置を把握できる存在がいないく、おそらくアドミン情報を見てもらったタイミングでは私は全部廊下を走ってるっていうパターンに見えるので何も言えねえな。でもピカクロスさんがアドミンに移ってないとするとカフェが死体なので、うん、うん、そうだと思う。カフェが死体なのは間違いない。とか発見されてるよね。キル候補ってピカクロスさん筆頭のアルマさんでワンチャン夏目先生って感じですか。伏見山一応ちなみに夏目さんはその中だとかなり白目です、まあ、夏目先生よりは僕は藤宮さんかなって、うん、電子店ですけど、初日夏目さんがもう左の奥の方まで行かれるのが見えたんで、そこからまたカフェに戻ってきてリアクターちょっと間に合わないかなって気が。そうなんだ、見てたのか。藤宮さん閉じ込められ、はい、一緒に閉じ込められてたから、うん、まあもう1キロ待ちでも、うん、ある夏日か藤宮、まあ、夏目先生がメッドベイ上でやっていて、かつピカクロスさんがカフェにいた状態っていうのも、まあ、想定はできるが、まあこここそ知らないんだっていう感じですけど、俺のアドミン情報からは、うん、死体はずっとそこにあってカフェを入ってる人がピカクロスさんしかいないってことは、アルマさんのセルフはないとなると、やはりピカクロスさんと夏目さんしか、はい、すみません。あー、いいボタン。なんか話したいことがあるわけじゃないんですけど、あの、はい、カフェのドア閉められたんでちょっとタスクできないし怖くなっておりました。いいと思います。さっきの話って結局カフェに行った人がピカクロスさんしかいないならアルマさんのセルフって否定できません。僕のアドミン情報を信じるとするなら、だからキルしてなんだろうね、そのボタン、あのリポートしたっていう話がないってことだよね。はい、絶対動いてるはずだからいくらなんでも、わ、うん、かるわかる、言いたいことはわかるんで、ってなってくると私目線って、うん、あのみんなの話を聞くんだったら藤宮さんとか夏目先生になるんだけど、原産的には、あの、今藤宮さんだったら僕も黒くなりそう、うん、あ、ほんと、あの、ごめん、全然わからないんだけど、あれなんですよね、アドミン見て、あ、待って、さっきの容疑者って、あれ、まあ、夏目、ピカクロス、藤宮だよ、はい、ピカクロさん、うんうん、だから藤宮さんって言ったじゃん、うん、だから、あの、そうそうそう、で、あの、もう一回整理するぞ、藤宮さんのアドミン情報から、もともとずっとあのカフェテリアについてたということは、中野アルマさんが、例えば、そのリポート直後のセルフキルとかっていうパターンはないよねって話を藤宮さんが してて、それを信じるのであれば、私目線、アルマさんが外れて、夏目さんと藤宮さんになるよねって話をしただけ。そしたら、アルマさんが、いや、それだったら、藤宮さんも、外れてくると思いますよって意見が出てくるから、それも尊重するんだったら、私目線は夏目先生かなーにはなっちゃうって話。わからんでも。結論ではない、これは。僕目線、それだけの情報でしょ。それだけの情報だよ。でも私目線は本当に誰からも目撃されてないし、アドミンマップにも映らないタイミングで皆さんが見られてるっていう状況だから、私目線証明できるものはないからこそ、他の人の推理を聞いた上で整理しないといけないわけ、うん、だからアドミンの情報だけを信じるのであれば、夏目のリアクター1とメッドウェイ1と原産の目撃証言3人から出てる情報も信じれないのはなんで、いや別に信じてないとは一言も言ってないじゃん。いや、じゃあそれも加味しないのなんです。だから加味して考えて、どんどんあの上げてるのをギリギリできる人のラインを今いろいろと考えてる最中なのやって考えてもらって考えてる最中なんよ。そうやって、そうやって来るの出すな。まあ、ちなみに夏目さん、さっきの私、左奥の方行ったって言いましたけど、まあ、メドウェイ行ったっておっしゃってたんで、メドウェイ行ってまたカフェに戻るとかできなくはないかなーってちょっと移動中考えてました。はい、あ、まあ、そうですね。はい、まあ、でもボタンの真下っていうことは、まあ、停電直後に即押そうとしたっていう考えが、まあ、シンプル回答なんよな。カメラエリに、はい、はい、はいはいはい、ストレージの右側です。右、右、はい、僕コミュで、ダウンロードやって、その後アドミンで最後一緒に、誰だっけな、あ、ゾニキ、あ、ゾニキさんかと一緒にいたんですけど、そう、一回まあ停電中に僕が逆走してアドミン側に向かってった時、センタンさん、アルマさんの順ですれ違ってアドミンに入ったら、
ゾニキさんとアベレージさんがダウンロードしてました。でアドミンチラッと見たけど、はい、まあエレクトリカル違ってないですけど、エレクトリカル2くらいしか覚えてないんですけど、はいはい、あ ゾニキ最終言えます。アドミン最後そのあたりいたのってアベレージさんと私とどなたかもう一人、あ藤宮さんでした、それが多分僕じゃないですか。あ分かりました。アドミンは見えてないんですけど、それ以外の情報、ストレージ2、エレクトリカル2、セキュリティ1という情報があります。一番最後最後です。まあ左側に犯人がいた可能性、セキュリティ夏目です。はい、エレクトリカルは奥ピカクロス、停電直したのもピカクロス、もう一人現カフェとアッパーの間です。アルマさんはアドミンにいたのを覚えている、ゾニキさんも見てるはず、はい、僕ストレージ入ってるかな。サントスさんと直近すれ違ったんでめっちゃサントスさん怪しいなと思ってます。私はエレクトリカルに入れたぐらいかな。で、あの詳細な位置を知りたいんですけども、ゴミ捨てしてる時って光るそうな位置です。うん、まあゴミもうあのコミュニケーションから入ったらすぐ光るところです。ゴミ捨てからその質問おかしくないですか？いや中でストレージのサントさんのその質問って、サントさんがどっからゴミ捨てに向かったかにもよると思いますけど、左から寄ったんですか？ん？違う。右からですよね。だとどっちみちゴミ捨て捨てるしないにかかわらず通ってるんじゃないですか、右側の。私通った時ってキルクールがおそらく開けてないだろうなっていう時間帯に通ってるから、その時間はなくて至極もっとも。でその後タスクをしてる間に、体感キルクールが開けたので、終わった後停電終わって向かってる間に見つけてないのが不思議だなっていうのが私の意味です。ちゃんと先端しかありました。はい、はい、サントスさんとセンターさんぐらいですか、じゃあ容疑者1って、まあ、あとはセルフ、うん、あセルフ、はい、ストレージ2が、まあでもサントスさんこれはペアだけでも決めた方がいいかな。はいはいはい、発見誰でしたっけ？藤宮です。藤宮さんはその前ってアドミンからでしたっけ？ストレージの給油ら辺にいて、停電になった瞬間にピカクロスさんが左に向かってって、僕はピカクロスさんと一緒にいるのが怖かったので逆走してアドミン側に走ってった時に、先端さん、アルマさんの順でストレージ左上ら辺ですれ違いました。すれ違ってないですけどね。ね、藤宮さんのルートはね、その通り、うん、私から離れるように右方向に行ってったような気がして、うんうん、はい、その時にゾニキさんが、ストレージ下から上に上がってきてくれてるはず。そのタイミングでアルマさんが確かにあのアドミンにいた。あの藤宮さん、あの僕エレクトリカルにいます。その時間多分僕じゃないです。それゾニキさんかな。私は、ストレージの壁が閉まって開いてアドミン行ってっていう感じ。ピカクロさんより前にセンターさんいたってことですか？いや、ピカクロスさん、直って奥を見たんですよ。で、誰もいねえと思って、まあ、実際奥にいたっぽいんですけど、ピカクロス。私ね、ダウンロードの位置にいたから、そこまで見れた位置にまで来てるかなって感じ。あ、ゲンです。ちなみに、ゾニキさんなんか、セキュリティ1っておっしゃってましたけど、名乗り出ないのなんで。あ、夏目さん、自分って言いましたね。あ、すみません、先生、聞きました。はい、カメラの情報で、ゲンさんはアッパーと壁の間にいるのは正しく、藤宮はアドミンから出てるのは正しいです。はい。それ以外は見えてない。あ、了解です。アベリーさんは、はい、僕、多分一的にちょっと怪しいですね。コミュニケーションでやってから、その後ストレージ取ってアドミンで、最後ドニキさんと一緒に。いや、ただ直近で見てるんですよ。僕がそのまあ、先端さんじゃなくて。アベリーさん、見ました。あ、先端さんが。見ましたよね、僕。ごめんなさい、センターさんちょっと覚えてないです。見た目じゃなかったとしたらまずゾニキさんになるんですが。え、どこで見合ったんですか？センターさんは。アベリーさんのこと。あれ、アベリーさん右から上がってきて、僕がアドミンからストレージ、エレクトリカルで行って、エレクトリカル奥見て、ストレージ入った瞬間ぐらいになったって感じだった気がする。あ、じゃあ僕、ピカクロスさんとペアでもいいですか？僕、ピカクロスさんかなり怪しい。いいけど、じゃあ、藤宮さん先行でいいよ。あ、いいですか？うん、私の白はアベレージさんから出してもらえると思ってます。上から来てますもんね。まあ、本当にアルマさんとすれ違ったの直前なんですよ。おお。まあ、左から行った方がいいかな。先端さんだと思うけどな。
あ、8人だからまあでも初日の容疑者が4人ありがとうございます。おお、え、なんか先生何か、ごめん、なぜタスクもねえのになんか左に吸い寄せられていって言ってて、ちょっと笑っちゃってました。ごめんなさい。はいはい、あ、はい、そう、さっきのアベレージさん視点の話がちょっとあったら、あ、そうですね、あの私の白をアベレージさんから出せると思っていて、はい、なんでかっていうと、ゾーン2期は、ストレージの壁が閉まってる時にコミュニケーションダウンロードの位置にいるアベレージさんを見ており、壁が、あ、ストレージの遮蔽が終わった後アドミンに行って、でその経路をアベレージさんが辿っていると思うので、うんうん、あの無理っていうのを出せると思ってます。じゃあごめんなさい、違います、アベレージさんの多分記憶違いす、すいません、撤回。センターさんが見たのはゾニキさんってことか。いや忘れた、ただ僕誰か忘れた、藤宮が見たのは、はい、藤宮が見たのはセンターなのかセンターじゃないのかが大事なんじゃない。僕視点はセンターさんだと思ったんですが、まあセンターてか、もしセンターさんが殺してインポスターだったら、そのずらしてるみたいなのは悪い。僕じゃあ往復してるってことになりますよ、その辺。あのサントスさんと僕がエレクトリカルからストレージに向かうときに、サントスさんがストレージからエレクトリカルに向かうのを数字があってるんで、うん、まあ、往復してることになりますね、キルしてた。うーん、じゃあ、あ、サントスさん、あ、サントスさん、まあそう、サントスさんの可能性、まあ、まあ、サントスさんがセンターさんだとして、アルマさんもその次にすれ違った直後にアドミンに行ったら、ゾニキさんとアベレージさんがいたので、うんうんうん、まあ、その2人は白というか、はい、うん、ないと。あ、結論ゾニキさんは白でいいんだね、はい、白でいいです、ね、3人が容疑かってことだね、はい、じゃあもうちょっと補足すると、サントスさんはゴミ捨てやってる間にキルクール開けたって言ってましたね。だから僕はそのサントスさんが、ゴミ捨てやってる間目をかいくぐってキルして、ストレージかエレクトリフから方向に行って引き返してサントスさんとすれ違わないといけないですね、僕は。うーん、だから私視点は結構センターさん厳しいなっていうのは思っていた、うん、そうなると残りもセルフじゃないですか。くじみやかサントスかセンターってことでしょ、うん、さんの方が確かに濃くなったかもしれない。まあまあ、お互いが白出せるんだったら、まあ確かに色が似てるから間違えたかもしれない。くじピカペア続行で、はい、うん、もちろんいいペアです。二郎ってないっていうことですね。センターさんだと思ったけど、確かになんかサントスさんって言われたらなんかそう思ってきてしまったが、うん、サントスさんがお店でやってたのか、うん、に原皮か、うん、まあこの間にタスクを、ゾニキさん長いなバグってるか、ダスクでフィット書きつつアップションその間に抜けてると、ノアはいけねえはい、はい、藤宮さんは信じてくれると思います、はい、エレクトリカルの中でゲンさんの死体がありまして、そこから出てくる夏目先生がいました。あら、そうです、これは夏目さんでいいと思います。はい、で、あー、ごめん、藤宮家がクロスの2人だ。じゃあ夏目はね、置いていってるから、源さんとタスクをやって、あ、じゃあ、で、6人番目だからそう、つらなきゃいけない。いやー、ごめん、センターさん、センターさんが亡くなった以上、僕目線はさっきのストレージ犯行がサントスさんになるので、じゃあ、藤宮ピカクロスじゃん。まあ、それとサントス夏目ですね。サントスさん、僕、メットベイ上ですれ違ってますね。合ってる合ってる、うん。で、センターさん最後見たことない。で、その時は説明するんですよ。メッドベイから出てくるアベレージさんで、私はカフェの、右から出てきてるので、私はそのエレクトリカのところのキルはできないですよ。アベレージ、弁当使えないっていう、まあ、ただアベレージさんがいるのは内側から出てくる。
あーごめんなさい、ピカクロス藤宮のここ二人のペア賛同しちゃってたけど、今思えば最初の容疑者ってアルマ、夏目がちょっと薄いって話になってて、あ確かにアルマ、ピカクロス、藤宮でピカ藤入ってて、でその次の日の容疑者って先端藤宮、サントスで藤宮入ってたから、うわごめん、この二人のペアって一番やらせたらいけなかったペアなんだよね。いやごめんなさい、まあ、夏目と藤宮のどっちかでいいから、夏目と藤宮に投票合わせないといけない。これは4人の議会がいるから2人が決めてくれ。先生か藤宮先生に入れるよ、確定で。じゃあはい、で自分は藤宮に入れます。それを共通認識として持ってください。ただサントスさんと先端さんが食い違っていました、ストレージ右下の証言で。うん、僕がまあ先端さんを見間違えてたというのがあれですけど。いや待って、わかんない。あ待って、ごめん、これは大事。サントスさんと先端さんを白を消したの。ドリキさんどっちにします？僕は白を拾ったんですよ。黒を広げるんじゃなくて白を拾ったんです。これ聞いてよ、マジで聞いて。サントスさんの白アピールとしてサントスさん、先端の白アピールの。イエイ。そもそも夏目先生が喋りすぎなんだよ。我々の発言時間一切なかったぞ今。いやまあ大丈夫です。いいえ、まあはい、珍しくパッション出したわ。よかった。キアで僕を釣ってもらっても構いません。あただ残っていたら停電で妨害して価値格だとは思いますが。リアクターになりましたね、うん、一応ピカクロさんが、まあ、ぐるぐるしてはいたんです。一応怖くてリアクターの方走りました。いやーピあはしいやそうなんだ。ピカくんがサボ直しに行かないっておかしくない。ゾニキさんが隠し色の状態でボタンが残ってる公開情報があるんだから、ゾニキさんが押してくれるんだから、サボをどこかで走りに行かないっていう行動が矛盾してない。だから走ってるって言ってるじゃないですか。最後だから私リアクターに入ってますよ。誰か見てますか、ピカクロさんのこと。リアクターでは最後リアクター来てましたね。そうならよかった。できれば藤宮さん以外アベレージさんとか見てないですか。何ですか。僕上側で直しちゃったんで見えない。さんに聞くの意味ね。最後リアクターにピカさんいましたよね、アベレージさん。いや分かんないです、見てないっす。じゃあケアで釣っていただいていいです、僕を。うん、いやどっちだろうな。これもし夏目先生黒でいいんだったら担当さんですよね、相方。そうですね。またトニキさんとアベレージさんで決めればいいから。そうそうそう。いや藤宮さん釣って、あ藤宮さん釣って担当さん釣る。あそれはでもまあ、いや私はいや、このケースってもう夏目サントスか、うん、ピカクロさんの藤宮さんしかないんじゃないですか。まあ、レア系を売るのはあれだと思うんですけど、夏目ピカはないですか。あじゃあ釣られようか。さっきもあいやまああんま追ってないんですけど。一応いや、まあ、レア系なんで考えない、もういいです。はい、すいません。アルマさんキルが一応ピカクロスもしかしたらできるかもしれないけど、そう私が即停電を直してて奥に行ってたって主張なので、一応初日がピカ夏目もしくは、まあ、そうだから初日のキルが初日フジミヤを白置きしてくれるなら、まあ、僕はいいと思うんだ。いやー白木だったら初日が、うん、夏目先生が殺してるってこと、うん、あでもそれだとゲームさんの、あそうそうそう、どうしますこれ。僕はサントスさん入れます。いや私スキップくないか。スキップします。うん、いやーええー、わがまま。これも解散でいいですか、ペアは。いいです。あはい。いやもうここで決め打ちたいなって。 5人は釣っちゃダメ。まあでももう一郎、ああ一郎、いやうん夏目、うん混乱。夏目さんがなんかキルしたインポスターというより死体をスルーしたインポスターっぽかったんよな。うん、
危ねえな。サントスさん確定やん。サントスさん確定やん。やっぱりサントスさん釣っていいと思います。てか死んでる。はい。状況を整理すると、まずピカクロス藤宮がないです。あ、アベレージさんがそうですね、死んでて、はい、今オーツー直したの藤宮両方直したんですが、サントスさんが先走っていたんですがいませんでした。はい、この時点でも藤宮ピカクロスの両ローはないので、はい、夏目さんで釣れてるとなると、それを釣りに行った藤宮、そうですね、いや、うん、ここにローか、もう夏目さんとすっていうのがもう私の場面整理で、うん、この場面で、そうですね、結論出てると思います。はい、うん、ここにI can't speak Japanese。 はあ、つらかった。ナイスでした。ナイスファイト、ナイスファイト。いやー、ごめん、ちょっと夏目さんも夏目さんもちょっと気の毒めっちゃ気の毒な捕まり方でしたね。あのね、夏目ね、殺してないんだけど、そう、なんか下をスルーしたインポスターっぽかったんですよ、ね、そう、あのね、こうシールド行こうと思ったらシールドに死体があり、あのエレクトリカル、じゃあ左でエレクトリカルって思ったらエレクトリカルにしか死体があり、出てくるタイミングで鉢合わせるっていう。あ、それはドンマイですわ。流れがまだったんだしょ。そう、初手夏目先生どうやって殺したんですか、あれ。どうだっけ、あ、竹尾さんは普通に壁に戻って、メットメイ出たあたりで壁に戻って、もうそこからダッシュでリアクターに行って、うん、っリアクターに行ってエレクトリカルっていう、うんうん、あ、すいません、途中でちょっとあのわけわかんなくなって口悪くなってすいませんでした。マジでわかんなかった。あれは、いや、でもそのターン、そのターンくらいでね、アベレージさんが夏目先生と藤宮先生って言ってたのが個人的に面白かった。あ、言ってましたね。藤宮先生どっちかに出ます。いや、でも藤宮さん最後めちゃくちゃ推理完璧だったんで、先生も先端さん見間違いだったと思います、ごめんなさい。でもあそこって村として普通に藤宮さんケアとしてた方が強いんじゃない、うん、まあ普通に合ってるんだけども、なんか5人盤面の段階で、まあ、うん、難しいな、うん、インポスターだったらもう勝ち確盤面を1個逃してるから、それをどう拾うかですかね、うん、決め打ちで。いや、ごめんね。いや、夏目先生よかった、初版めっちゃよかったし、2回目で、うん、いやー、あれきつかったなー。初版さ、エレクトリカルに6人固まってた時点で、あ、終わったーって思ったけど、よかった。意外とね、浮いてる位置があったから。いや、むしろ一番白く見せたけどな、先生。あの容疑者の中だったら。アドミンマップの情報で映らなかったってことが衝撃すぎて、私先生。危なかった。まあ、一瞬しか見てないですから。そうなんですよね。もうエレ6の時点で他はもう覚えれるなって思って、一瞬見てもうすぐボタン押しに行こうと思ったら、なんか転がってましたね、死体が。アルバさん殺さない方があった、一応あったのかな、どうなんだろう。いやあれはもう殺せる人は殺すって流れでよかった。いやー、なんか一人キルして藤宮ピカクロスに突っ込んできて藤宮さん殺すのが一番強いと思ったんですけど、見つけられなかったんですよね、1キルしたの。